どうも京志郎です。今回から超初心者向けの動画ゼロから始めるフォトショップシリーズを始めていきたいと思います。このシリーズは連続する12本の動画となっており、今回はその第1回目です。超初心者向けということで、第1回目はフォトショップを開いて作業する準備までを解説していきます。今後は切り抜き編4本、レタッチ編5本、文字レイヤースタイル編2本と出していく予定です。この動画のサムネイルも一見作るのが難しそうに見えますが、このシリーズを見終わった頃には作れるようになりますので、これから学習する方はぜひ期待していてください。では早速始めていきましょう。ではまずフォトショップを起動します。するとこういったホーム画面が出てきますので、左側の新規作成というボタンを押します。はい、ここで早速初心者がつまずくポイント、その1ですね。初めてフォトショップを触った皆さん、この画面を見てどう思いましたか？僕が初めて見た時はですね、こう思いました。ああ、設定マジわからん、フォトショップわけわからん、もうマジ無理、もうやめるですね。びっくりすることにフォトショップ細かすぎて、作り始める前から心折ってきます。僕はリアルにここで心が折れて、初めてインストールしてから何も作らずに2年間フォトショップを放置していたことがあります。ではどうすればいいかっていうと、ここではこれらの設定が何を意味しているかは一切説明しません。ゆくゆくは理解する必要があるんですけど、まず何かを作れるようにならないと意味ないので、このシリーズで学習している間はこれから説明する設定を丸暗記するか、メモや削除していつでもこの設定にできるようにしておいてください。幅は1280、高さ720、ここはピクセル。アートボードのチェックボックスは外してください。解像度は72、ここはピクセルインチ。カラーモードは RGB カラーの8ビット、カンバスカラーは白で、詳細オプションの中のカラープロファイルは一番上の作業用 RGB なんちゃら、ピクセル縦横比は正方形ピクセル以上です。ちなみに一番上の名称未設定と書かれているところは、これから作るファイルのファイル名なので、ここには好きな名前を入れてもらって大丈夫です。さて設定は以上ですが、皆さん画面のスクショは完了したでしょうか？この設定 100% 忘れると思うんで、スクショしたらいつでも見れるところに置いてすぐに確認できるようにしておいてください。よろしいでしょうか？では作成ボタンを押しましょう。はい、ついにフォトショップのメイン画面が出てきました。そしてここで初心者がつまずくポイント、その2ですね。それは何かって言いますと、実はこの画面人によって見え方が違うんです。いきなりホラーですね。何を言ってるかっていうと、実はこのフォトショップのメイン画面、自由自在にカスタマイズが可能なんです。今この画面は動画を撮るためにあえて初期設定に変更してるんですけど、普段僕はこういった画面ではなく、こういった画面で作業をしています。どうでしょう、結構見え方変わりますよね。これなんでこうなってるかっていうと、フォトショップっていろんなものを作ることができるんですけど、作るものやその人の作り方の癖によってよく使うツールが微妙に異なってきます。なので各々がよく使うツールをすぐに使えるように、画面の配置自体も自由自在にカスタマイズできるようになってます。こんな感じでドラッグ&ドロップで自由自在に動かすことができますね。これめっちゃ便利です。でもそのせいで画面の作りがみんな違ってしまうので、ネットや本に書いてある解説をやろうとした時に自分の画面にそのボタンがないということがよく起こります。このシリーズではこの画面の配置の差によるわからないを防ぐために、初期設定の画面で操作を行っていくことをお勧めします。だいたいわかる方は今、ご自身のそのままの画面でも大丈夫です。初期設定の戻し方は、右上のこのボタンを押して初期設定というところを押してください。初めて触った方はこれだけで僕の画面と同じようになりますが、何度か使ったことある人はこれだけでは初期設定にならない可能性があります。その場合はこのボタンを押して初期設定をリセットを押してください。これで完全に初期設定の画面配置に戻るはずです。ちなみに今後チュートリアルをやっていく上で、ここの右側の場所、パネルっていうんですけど、ここに目当てのボタンやパネルが見つからなかった場合は、このウィンドウというところに全て隠れています。ここにチェックが入っているものが今パネルで見えているものですね。例えばチェック入っていないこのアクションというボタンを押してみると、この右側にアクションが追加されたことが分かりますでしょうか。もう一度消してウィンドウからアクションを選んでみます。こんな感じで
パネルが1個増えたのが分かりますね。右のパネルの項目は全部ウィンドウに入っている。これ覚えておくとめっちゃ便利です。あとごめんなさい、初期設定でやると言いつつ1個だけパネル足してもいいでしょうか。ウィンドウの中のブラシですね、これはかなり便利なので、一応足しておいてください。以上で作業準備は完了です。あとは画像をこのように配置したり、1枚だとつまらないのでこういった感じで2枚の画像を重ねてみたり、シェイプでこういう風に図形を作ったり、文字を入れてみたり、あとは何かを書いてみたり、こんな感じですね。こんな感じで、Photoshop の作品っていうのは作っていきます。 Photoshop はレイヤーと呼ばれるこれらのパーツを重ねていくことで一つのものが作られていきます。今作ったものもこのレイヤーパネルの中にそれぞれのレイヤーがこんな感じであって、いろいろ重ねていくことで一つの絵が出来上がっているのがわかると思います。これみたいにまるで1枚の絵で作られたように見えるものでも、 Photoshop のデータを見てみると実は多くのレイヤーが重ねられていることがわかると思います。今回の動画のサムネイルもこのようにたくさんのレイヤーを重ねていくことで出来上がっています。ただ逆に言うとそれだけです。パーツを切って重ねていく、これが Photoshop での絵作りの基本的な概念になります。今回の動画は以上になります。毎週土曜日にこのゼロから始めるシリーズを更新していきますので、これから Photoshop を学んでいきたいと思っている方はぜひチャンネル登録して更新を楽しみにしていただければと思います。それでは次回の動画でまた会いましょう。